ローガン・リーズ・ダーネルは、アメリカ合衆国、テネシー州デビッドソン軍、ジョエルトン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。台湾球界での登録名は、トールニジ。2010年の MLB ドラフト6巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。この年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビュー。 11試合に登板して2勝3敗、防御率2.0832奪三振の成績を残した。2011年はまず A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、6試合に先発登板して2勝2敗、防御率3.7824奪三振の成績を残した。5月に A 級フォートマイヤーズミラクルへ昇格。15試合に先発登板して8勝3敗。 防御率4.1746奪三振の成績を残した。8月に A 級ニューブリテンロックキャッツへ昇格。5試合に先発登板して1勝1敗。防御率5.5820奪三振の成績を残した。2012年は A 級ニューブリテンでプレーし、28試合に先発登板して11勝12敗。 防御率5.0898奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2013年は A 級ニューブリテンでプレーし、15試合に先発登板して6勝6敗、防御率2.6177奪三振の成績を残した。6月にトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスへ昇格。 12試合に先発登板して4勝4敗、防御率4.2643月三振の成績を残した。オフの11月20日にツインズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年3月9日にトリプル A 級ロチェスターへ配属され、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ロチェスターでは4試合に先発として登板して、 防御率1.69と高騰。5月2日にメジャーへ昇格し、6日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの6回裏から登板し、3回を無安打無失点1奪三振に抑えた。翌7日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。最終的には4試合の先発登板を含む7試合24.0イニングに、 投げたが、5本の本塁打を記録され、防御率7.13となり、メジャー初勝利はならなかった。2015年は、引き続きトリプル A 級ロチェスターに所属し、7試合の先発登板を含む35試合に投げた。内容は、5勝1敗、防御率2.78というものだったが、メジャーでは投げる機会がなかった。2016年1月22日に、リーフとなり、 29日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ロチェスターへ配属された。この年は18試合に先発登板して8勝8敗、防御率3.5353奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年3月15日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約。 4試合に先発登板して2勝1敗、防御率4.7113奪三振の成績を残した。5月9日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加の AA、A、級オクラホマシティドジャースへ配属された。6月1日に自由契約となり、同日にサマセットペートリオッツへ復帰した。7月6日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、参加の AA 級。 モンゴメリービスケッツへ配属された。2020年4月29日に CPBL の統一ライオンズに入団することが決まった。10試合に登板し2勝2敗、防御率8.01と成績は振るわず、7月15日に解雇となった。ありがとうございます。